はい、レオンチャンネルです。12月のカレンダー動画の時に、騒動の細かいことは TO さんのブログで確認しましょうと言ったっきり、まだ確認しておりませんでしたので、確認しましょう。でですね、騒動ビルドラボ、これですね。もうビルドが大量にずらっと並んでおりますが、これで全10体かな。今月の騒動で揃うって感じですよね。見ていきましょう。12月11日には食玩フルボトル04が出て、18にはビルド4。もちろんこれはボックスで予約してありますので、今回も争奪戦に巻き込まれることはなさそうですね。で、26にはラクラクモデラーが発売して、今回のビルド4はどういうラインナップかというと、まず1番、2番がオクトパスハーフボディ&ライトハーフボディ。これでオクトパスライトフォームが完成しますし、あ!パンドラパネルも付属するんだ。え、めっちゃいいじゃん。これ、B サイドのライトハーフボディ2個は欲しいんだけど。で、1、2を合わせればベストマッチで、稲妻テクニシャンのこの状態が完成しますし、左腕部分僕これは何だろうねって言ってたんですよ、ソフビで。よく見たらスポットライトか。あ、そういうことね。騒動だとわかりやすい。オクトパスライトでライト側とオクトパス側で、色分けすごいな、相変わらず。イエーイ!で、正面から見ると、右腕のアーマー部分にオクトパスがいて、左腕にはライトの様々なモチーフが散りばめられてて、ここに電球があって、こっちはスポットライトになってるんですね。で、タコが下側にいて、稲妻ですね、胸とか右目部分は。そして右肩は軟質素材が使用されてるそうです。なんせタコですから。この辺の色分けもほんと細かいですね。軟質素材ということで、可動面でもかなり動かしやすいんじゃないかなと思います。ああ、やっぱそんなことも書いてある。もう TO さん僕が言いたいこと書いちゃってるからね。パンドラパネル B サイドのライトハーフボディにはボーナスパーツとしてパンドラパネルが付属します。この辺はビルドというよりローグやスター。なるほどね。過去段の敵側のローグとかスタークに持たせることで雰囲気が出ると。マスターことスタークがパネル持ってっちゃってましたからね。で、オクトパスライトの画像があって、こんな感じ、いつも通り台座と組み合わせて様々なポーズで遊ばせることができますね。結構動かしててもタコの部分の足にはほとんど干渉しないっぽくって、さすがは騒動って感じ。というかこの発色の良さすごいな。そしてラインナップとしては、3が海賊ハーフボディ、4が電車ハーフボディで、5がマシンビルダー、6がマシンビルダー B となってて、これで10種目と。あれ、こっちを確認してなかったかな。今回のビルド4のラインナップの一つで、右肩のマントは軟質にはなっておりませんが、波打ってて非常に綺麗ですね。海賊列車フォームは今週末に BCR も出ますが、こんな感じで綺麗に色分けられております。A サイドには海賊で、 B サイドが電車ハーフボディで、こっちに武器がつくような形ですね。ハーフボディのマント部分はボールジョイントになってて、取り外すことができる上に個別で動かすことができたり、右肩のアーマーもヒンジで上下するような形ですね。で、左肩には遮断機の衣装があって、アーム部分には電車があると。この辺もソフビよりより分かりやすくなってますね。で、海賊発射の持ち方、地味にこだわってるのはここ。ブロック状になってて、あ、上下からね、挟み込む感じで、ね、これまでだったらここに1個取っ手がポツッとあって、それを上からカチャッとはめるような形でしたが、ちゃんと持ち手っぽくなるんだ。おー、進化してる。これまでの食玩アイテムよりさらに進化してる。てか、海賊列車の見た目好きだな。色合い的にも造形的にも。このちょっとしたマントがあるライダーの見た目、好み。マシンビルダーの騒動の画像は以前確認しましたので、
振り返る形で見ていきましょうとページがあって、ラビットタンク、ゴリラモンド、ホークガトリング、ニンニンコミック、ロケットパンダ、ファイアヘッジホッグ、ライオンクリーナー、キードラゴン、海賊列車、オクトパスライトで10種のベストマッチが揃い踏みするとこんな感じ。なかなか確かに壮観ですね。これは早く10種一気に並べたい。でもやっぱそう思うとここで一区切りなんですよね。今後登場するであろうフェニックスロボとか、桂木匠があのカードで解説してたスマホウルフとか、あの辺はどういう立ち位置なんだろう。通常の10体のベストマッチとはまた違う亜種系ってことなのかな。解説としてはそんなところですね。とりあえず18日にはソードビルド4が発売して、ラインナップ的にはでも今回争奪戦になるやつはないのかな。あるとすれば2番のパンドラパネルがついてくるライトハーフボディぐらいかなと。ビルド関連のページはそんなところで、他のやつも特に大丈夫そうですね。ゴジラ進撃大全に関してはこれ映画のね超絶ネタバレのことが書いてありますので、まだアニゴジ見てない人はこのページ気をつけましょう。では今回確認した TO さんのこのブログは概要欄とコメントにリンクを貼っておきますので、そちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのソードビルドラボ確認動画でした。